はいどうもチャボクゲームでございます。今回もねウィリアプリ2018動画の方やっていきたいと思います。今回ですねオンチャレの方来たんでこちらね勝って報酬のゴールド以上確定ガチャ狙っていきたいと思います。はいということでお相手の方よろしくお願いします。ということでメンバーはね一応ディエゴシメオネで、まあ、4-4-2 の形でロナウド、フォワード、グリーズマン。ただね、まあ、ベンチちょっと見てねいい選手いたらおメッシ絶好調なんでグリーズマンと変えていきましょう。あとはガメイロ絶好調おいんん？なんかお相手が決断？試合始まってないぞまだ。はいということで試合始まってないんですけどまさかの勝利になっちゃいましたね。これ多分なんかあったのかな、休養とかなんかいろいろあったのかもしれないけど、もしくは、まあ、何が起こったのかちょっとわかんないですけどね。よくとりあえずお相手が手伝いになったんでこれ勝ちガチャ券もらえるんだよ多分。はい、ということで、クリアですね。いや、ウィレ史上最速じゃねえか、これ。僕が、自分がね、今までウィレやった中で史上最速ですね。まさかの試合前に終わるという、ね、試合が。試合前に試合が終わるってのおかしいけど。はい、ということで、ゴールド以上確定ね、もらって、受け取り箱ありがとうございます。はい、じゃあ早速ね、これ引いていきたいと思います。いや、でもちょっとさすがになんか試合したいっすね、これ。ちょっとガチャ引いて試合の方しましょうか。オンチャレさんがね、2試合もあるんですけど、1試合先に終わらして、2試合目をね、まあガチャ引いた後にちょっとやっていこうかなと思います。いやー、まあゴールド以上確定ですね。はい、必ずゴールドボール以上の選手が獲得できる。はい、ということで、まあ試合をしたというよりはね、試合に臨みかけたところで、まさかの決断勝利みたいな感じのガチャなんですけどね。まあ今回。史上最速報酬ガチャ回していきたいと思います。いやーまあ金がね 97% ぐらいあるんでね、まあ、ほぼほぼ金くるんですけどねこれ。まあできれば有能選手欲しいね、金でも。はい金ですね。能力どんな感じの選手来るかね。どうアルチョムジュバ、あなんか昔見たことある。この選手結構でかいんですよね多分。身長190代で、そう196センチでセンターフォワードでね、フィジカルモンスターですね。フィジカルモンスターが来ましたね。結構トラオレ系の匂いしますけどね。はい、ということで、まあ、結構能力いいし。ワンタッチパス、ワンタッチシュート。はい、ということでね、今回、まあ、ガチャね、史上最速でゲットしたわけなんですけど、それで引きましたよね、まあ。とりあえずね、チャレンジ3、オンチャレの方もやって、スペインガチャの方もね、ちょっと回していきたいかなと思います。試合勝ってね。はい、どうぞ。はい、ということでね、まさかの速度でね、さっきちょっとガチャ券ゲットできたんですけど、次はですね、普通にやって、チャレンジ、オンチャレ3のですね、こちら買って、スペインガチャの方ね、コインもらえるんで、これ買ってばね、回していこうかなと思います。まあ、急遽ね、ちょっと試合の方がね、まさかの試合する前にガチャ券もらえちゃったという、なかなかの出来事があったんでね。はい、今回、おー、マラドーナ100いる。マラドーナ100いるじゃん。ということで、今回試合の方やっていきたいと思います。いやー、頑張っていきましょう。マラドーナ100がいるぞ、お相手に。いやー、でもまさかね、多分、ウィリ史上、僕がやってきた中で史上最高にね、ゴールド以上確定ガチャ券ゲットできた、でしたね、さっきは。はい、なので、まあ、オンチャレさんでね、一応先に1勝しといてですね、これ、2勝目ですね、これ勝てば、もらえます、コインが。なので、こっちの方ちょっとやっていって、頑張っていこうと思います。OK。いや、ネイマール強い。ネイマール強いんだけどな、あそこで。OK、ナイディー。ダボタッチ。ダボタッチはね、タイミングですね、タイミングも。うわぁ、マジか。ただ、まんじゅうキッチン、おい、トニクロやるね。いや、これ止めれないんかい、やばい。早速、先制点食らっちゃう。ちょっと今ね、ボアテングとクリバリのとこでカーソルのね、なんかミスではないですけど。それが起きちゃいましたね。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。さあここはグリーズマンとマンジュキッチで2人で攻めていく。よいしょ、オッケー、早速追いつきます。
まあ今のはまんじゅうキッチンのスルーパスのタイミングはグッドです。グッド、ありがとう。ちょっと失点先にしちゃったからね、慌てないように今心がけたんですけど、なんとか1点返せましたね、速攻で。さあまんじゅうキッチンのここディフェンスが効いてきてるよ全然言葉出てこないっていう。うお、うまい。そういう技も持ってるんですか。ただここは行きますよ、がっつり。いやー、ここね。そしてまんじゅうキッチンをもう一度。いやー、グーナイス、カンテ。もう一回ネイマールのこのコース。ネイマール。あー、はじけ。はじけ、ボアティング。よしよしよし。さあ、ガチャを引きたいぞ、俺は。いやー、かん、なー、なんか惜しいんすけどね。結構惜しい流れではあるけど。さあ、ここかわしたらでかいよ。いやー、ナイボ。グリーズマン。ディフェンスセンスはあそこで、あそこのディフェンスのスピードをね、もうちょい磨きたい。攻守の切り替え。ナイス、ボアテン。お、これある。うわ、結構ワンツーに対しての対応がうまいな。なかなかやらせてくれないから。アウベス止めろ。やばいやばい、アウベス止めろ。おい、プレスかけんとまずい。いやー、もうこれプレスをかけないと。ヤウベスのあの上がりなかなか厄介だな。ちょっとまずいですね、流れ的に。ちょっとやばい、慌てず行こう。これまんじゅき、おっと画面がやばい、やばい、なんか全然動かない。いやー、マジか。なんかたまに動きは悪くなんだよ。よし、落ち着いていけやーっつって。ナイス、ナイス。アザールに入れちゃうか。いやー、神、オッケー。よし、追いつく追いつく。落ち着いていくんだ絶対。ユリアン・レトリバーさんの落ち着いていけやーをね、もう心に入れときながら。オッケー、前半ね、とりあえず。まあ、試合の方もね、本当に動画でしたかったんでね、まさかの本当に動画の最初の方のね、史上、ウイレ史上最速、裏技級速度でね、ガチャ券ゲットできたんでね。まあ、勢いのままね、ちょっと、黒玉当てたいっすね、スペインガチャで。守備がむずい。オッケー、マイボ。マイボ。マイボです。逆変えちゃおう。なんかやばい。いやー、なんだなんだ。さあ、オンチャリやってる人多いんかな。危ねえ。なかなかちょっと選手たちの方がね、たまに固まる動きを見せるけど。やばい、これなんだこれ。これめっちゃなるね。いやー、これきつい。よし。よし。なあ、一回取ったら取り、ナイス。よー、グリーズマンナイス。くぅーくぅーっつって。マラドゥーナ。よしよしよし、勝つぞ、絶対勝つぞ。よっしゃ、ナイス抜け出し。いやー、無理か、ループ。さあ、選手交代だ。選手を交代するぞ。よし、完璧。グリーズマン。いやー、マジかよ。1対1が入らん。1
1対1がマジで入らんくなった。グリーズマン、オッケー、ナイス。ここの土壇場で決めていく。やっぱ執念ですね、執念。最後はもうなんだかんだ言っても、そして俺はスペインガチャを回すぞスペインガチャを回す執念でグリーズマン残しておこうかな。ちょっと絶好調なんでね。よしよしよし。まあ、200コインって結構でかいな、そう考えると。ログインボーナス20コインなんで、ログインボーナス3日ね、60コインゲットしちゃえば、この200コインも含めてね、ガチャ1回分合わせると。てか、その前にチャレンジ1もあるから、まあ、おっと、コインをね、そんなに、貯めれるというね、そこで結構。ナイス。グリーズマンいいね。さあ、ビドウ。メルテンス。メルテンス、抜けてくる、メルテンス、メルテンス神が舞い降りた。メルテンス、ドリブルの神がえぐいね。メルテンス、やっぱスパサブのメルテンスのドリはえぐい。神ドリだったな今の。ナイス。いや、メルテンスの神ドリ発動からのよし、来た。これね、もう一個縦突破してみる。うわ、もう一個縦突破あれしてみるんですよね、ちょっと。あそこで、やっぱクロスを上げがちだけど、もう一歩行ってみると。もう一歩行ってみるね。うまい。うまいけど、ボア天狗。さあ、メルテンス行きましょう。何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、メルテンス、プラスに働くチームなんですよ、ね、うわー、トニクロ読んでる。それをトニクロ読んでんのか。うまいうまい、フラスルだ。しかしここ対応していく。クリバリで、クリバリ、クリバリ、うまい。おりゃもうここは気合よし。ということでね、なんとか勝つことできました。ちょっと前半ね、決められてね、なんかなかなかこう追いつけずにいて、そこから後半ちょっと巻き返すことできたんでよかったですね。はい、さあ200コインゲットだぜつって、オッケー。これで、680コインになるのか。じゃあ2回引けますかね、スペインガチャが。そう、スペインガチャが2回も引けるよ。スペインガチャが2回も引けるよ。さあ、というかまあこのケース初めてなんですけどね、試合始まる前にもガチャ券勝っちゃってね、お相手が説明してガチャ券引けるっていうパターンもね、全然見ないパターンなんでね。そう、いや、ズレろ、うわぁ銀、ムニ、お、ムニル、ムニル来たー。ムニルバルサでしたからね、元。今レンタル中なのかな、ムニル。そこら辺の詳しい情報がまだ分からんけど、またバルサに戻ってきてね、プレイしてほしいな、ムニル。ムニルいかついっすからね、結構結構いかついけど、うまいからな、ムニル。ムニル、ムニル、ムニル。さあ、ということで2回目、これで黒玉引いて俺は終わりたいけども。おー、まあ金いいんじゃない。誰だ誰だ誰だ。お、あ、セルフィオリコね。来作強なんじゃない、セルフィオリコ。身長194センチ、結構止めますからね、実際のサッカーの方でも。いやー、来作もうちょっと能力上がりそうだけどね、そこギリギリ見ながらということで。はい、ということで今回ね、まあウィレ史上最速でオンチャレガチャがね引けたという、なかなかのね、試合を始めてからね、まあもう試合をせずに勝ってしまうというね。で、まあ、その後ね、オンチャレ何試合かやって、まあ、金と銀でしたけど、なかなかね、まあ、黒玉やっぱり甘くないか、そんなに。ただ、まあ、次、また、こういう機会あったらね、オンチャレガンガン試合の方やって、まあ、コイン貯めてガチャの方も引いていこうと思います。ということで、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしね、まだチャンネル登録してない方いたら、ぜひ左上の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。ありがとうございました。